おはようございます。家庭菜園が面白いシリーズ、シーズン1パーソナリティのご一です。いつもお聴きいただきありがとうございます。75回目のエピソードになります。今日のテーマです。ナスの育て方垂直栽培編その2という話題でお届けします。昨日は、ご一流というんですかね、俺流の 垂直栽培の6ポイントのうち4点目までお話ししました。えっ、ー、と、今日のね、続きは、えー、5点目と6点目になります。はい、早速いきましょう。5点目です。今年はですね、遮光ネットを貼ろうと思ってます。昨日ちょっとだけ、ここだけね、話したんですけど、はい、えっ、ー、とね、なんでかというと、夏ですね、特に7月の後半から8月ですね、 この熱とですね、直射日光がきつくて、結局、あの、身のね、艶がなくなってきます。いわゆるボケナスっていうんですかね。でですね、えっ、ー、と、ま、あこれは、あの、水もあげなきゃいけないんですけども、えー、これをね、防止するために、ま、あ水はなかなかあげられないんで、えっ、ー、と、ペットボトルを利用して、えー、水をですね、少しずつあげるような方式にして、プラス、 直射日光とですね、高熱を防ぐために、遮、え、光、ー、ネットをね、貼ろうかなと思ってます。で、イメージ的には、ねの両脇に支柱を垂直に立てて、膜を貼るようなイメージですね。で、これだけだと弱いので、途中に何本か支柱を立てていきます。で、支柱は2メートル10センチのダイソーで買った支柱を使います。 でですね、風が来た時にですねやっぱり倒れたら周りにも迷惑かけるかもわかんないし苗、えー、そのものもですねダメージ受けちゃうんで倒れないようにする必要がありますあと立てる位置なんですけどちょっと自分の持ってる遮光ネットもですね現物合わせでやっていこうかなと思ってるんですがサイズにもよるんですけども ま完全には遮光できなくてもいいかなと思ってて、特に南側を覆うような形で、えー、この遮光ネットをね、えー、張っていきたいなと意識していこうかなと思ってます。えー、っとね、遮光ネットね、去年もね、えー、その島次郎というヨーナスっていうか、ベーナスか、ベーナスにかけたんですけど、とそんなにね、大きな距離じゃなかったんですね。で、今回ですね、4メートルかでも、 そんなもんですね。ですので4メートルぐらいの遮光ネットを用意してつけていくような感じになります。結果はですね、またレポートしていきたいと思います。6点目です。6点目は少し遅れて苗を植えつけていくということです。ちょうど今ですね、染料ナスの苗が大きくなっているので、今日明日の週末に定食していきたいなと思ってます。写真がその苗です。 で秋までね収穫できたらいいなぁと思ってます。で今回の種ですがアタリアの中長ナスでパッケージを見ると5月下旬までが巻き時となっています。で収穫時期は10月下旬までとあります。でとりあえずまだですね5月下旬ということでギリ,ギリ間に合うかなということで、えー、再度ですね種巻きもしていきたいなと思います。 とでおまけなんですけど。これはまああのネットに出てますので、後で参考 url をですね。概要欄に貼っておきますが、まずですね。肥料不足かどうかを判断する方法、これをね簡単に共有したいなと思います。まずですね。ナスの花が咲きますよね。で、ナスの花はですね、えー、真ん中がめしべで周りが雄しべになってます。で、肥料が足りてるときは？ 真ん中のめしべがおしべより長くなってますで反対に肥料が不足している時はめしべがですね短くなっておしべがまあ大きくなってですねめ真ん中のめしべがですねおしべの中に隠れて見えなくなっているのでえこの時は肥料不足でえ肥料を上げてください。 で垂直栽培の場合基本的には肥料いらないということなんですが、まあ、少しですねパラパラと巻こうかなと思ってますあとね艶がないナスっていうのができるんですね特に真夏ですねでこれを防止するために先ほど申し上げた遮光、えー、ネットをかけておきたいんですけども色がぼやけているように見えることからボケナスと呼ばれています やっぱりね、基本的には水をあげなきゃいけないんですけど、なかなか土日以外が畑に行けないということで、難しいかなと思ってます。結局、もしかしたらこの艶がないナスができちゃうかもわかんないです。あとですね、プランターで育てている方もいらっしゃると思うんですけども、プランターもですね、あの保水能力が非常に、えー、ないというので、朝とか、 夕方にですね水をあげて水分を補給してあげることが重要ですね。ナスはねプランターとか鉢でもですね十分育ちますので僕もちょっと苗余ったらですねえー、っと以前 YouTube でも公開したんですけども公開したかなえー、っとねこれもね100均のダイソーで買った100円のゴミ箱を利用したですね えー、蜂を作って、えー、それでナスを育てたことがありますでこういうねバケツみたいな安くやっぱり100均で売ってるんでこういうのを使ってもいいかなと思いますで必ずですね、えー、そのバケツの下の方にですね穴を開けて、えー、排水用の穴を開けますそれであと、えー、土を入れてですね苗を植えつけるとですね結構ね育ちますね。 はい、あの別にあの1000円ぐらいする鉢を買わなくても100均の、えー、ゴミ箱ちょっと大きめのゴミ箱を探してきてです、ねえー、これを鉢代わりにしても全然問題なく育つと思いますあとはもっと簡単にやるんだったら袋栽培ですね肥料袋を、えー、買ってきてやっぱりこれもですね下に穴をズボズボズボとハサミかなんかで、えー、適当に穴開けてです、ね、排水用の穴を開けて あとは苗を1本だけ植えつけるとで。あと支柱を立ててですね、えー、注意しなきゃいけないのはその肥料袋が倒れないようにしておくこととやっぱり支柱をつけてナスをちゃんと育ててあげるという感じかなということでこの場合でもですね袋栽培でもですねこの垂直仕立てっていうのはできるかなと思います。 いずれにせよ、水が少なくなると、あるいは肥料が少なくなると、ナスは途端に元気悪くなるんで、えー、注意してください。はい。で、ナスがね、嫌いな方もいらっしゃるんですけど、そういう方は作らなくて、当然結構です。で、あと、白いナスだとか、ベイナスだとか、本当ナスね、色い々ろいろ種類があるので、あのー、自分のね、 好みの苗だったり種を買ってきてね育てるのがいいのかなと思いますでスーパーは大体中長ナスだとかが多いので、えー、それ以外のナス、えー、丸ナスだとかもありますよね、えー、こういうのはねやっぱ家庭菜園でね、えー、作ってね楽しめるうその醍醐味かなと思いますはいそれでは今日はこれで終わりにしたいと思います コメントをいただけましたら嬉しいですこのエピソードは毎朝5時に配信してます今回はナスの育て方垂直栽培編その2というお話でしたあなたにとって素敵な一日となりますようにまた次回お聞きいただけたらなと思ってますよろしくお願いしますご一ちお届けしましたそれではさようならバイバイ